独協医科大学埼玉医療センターリハビリテーション科の上條と申します。本日は発表の機会を与えてくださいました新井先生にお礼申し上げます。私に与えられたテーマは、がん患者に対する術前からの運動療法です。運動することがどれだけ良いことであるか、そういうお話ができればと思います。よろしくお願いいたします。政府は国民の健康寿命が延伸する社会を目指し、取り組みを進めています。いかに健康で過ごすことのできる期間を長く保つか、これが実現されれば、国民の QOL の改善、それから医療費、介護費の削減、さらには社会保障の持続可能性につながります。それを進めていく上でネックになるのが、加齢による体力低下です。左は年齢に対して心肺機能を、右は骨格筋量を示しています。心肺機能は男女とも30歳をピークに加齢とともに低下していきます。特に70歳では10年で20%の低下がすると報告があります。一方、骨格筋量も40歳をピークに加齢とともに低下してまいります。それでは、がんの話ですけれども、これは厚生労働省が発表しているデータですが、左が1970年から2009年までの我が国における死因のグラフです。1980年以降、死因の第1位が悪性新生腫、新生物、がんとなっております。右の円グラフは昨年度のデータですが、約4割が悪性新生物で亡くなられているということになります。がん患者の背景です。平均罹患年齢は75歳。罹患率は男性で62%、女性で49%と、2人に1人はがんになるという時代になりました。診療技術の向上もあり、今では診断された方の5年相対生存率は60%を超えております。もちろん、がん種によりこの値にばらつきはございます。壮年期におきまして、根治治療が行われれば、就労復帰も期待できます。すなわち、がんと戦う時代から共存する時代に入りつつあります。こちらにがん患者が抱える問題をお示しいたします。まず、加齢による体力低下は冒頭で述べた通りですが、これに加えて、がん患者特有の問題として、治療による運動機能の低下、治療開始前にすでに運動器疾患を併発している場合もございます。さらに、疼痛のコントロールがうまくいかないと、安静がしょうになりがちになり、低活動になりがちになり、それが弊害となります。本発表では、この安静がしょうの弊害について着目し、ご説明いたします。体調が悪い、怪我をした、疲れたとき、休養が必要です。必要以上に安静がしょうを続けると、人の体はどうなってしまうでしょうか。こちらにお示ししますのは、アメリカの航空宇宙局が主導して行った研究の一例です。運動宇宙飛行士の健康を守るための研究ですが、5人の若者、健常な若者をに、来ていただいて、トイレ以外は寝っぱなしという期間を3週間設けました。3週間の要は安静がしょうなんですが、彼らの体力はどうなってしまったでしょうか。
心肺機能は平均で30%も低下してしまいました。彼らはこの後しっかりトレーニングをして体力を回復させてから社会へ戻っていきました。さらにこの研究には続きがございます。30年後、またお集まりいただいて同じ測定をしたというものです。30年後の体力はどうなっているでしょうか。5名中3名が心肺機能が平均で30%低下した。すなわち、30年間の加齢による心肺機能低下と3週間の低下が同等であったということが示されました。続きまして、筋量の減少速度についてですが、冒頭でお示ししたように、加齢とともに1年間で約1%の筋量の減少があると、そういう報告がございます。一方、これは ICU での患者さんのデータですが、1日で1%減少したという報告があります。すなわち、10年の加齢と10日間の安静画像が同等の影響だったということが示されます。こちらに示すのは安静画像による生理学的変化の経過です。左からまず第1日目から3日目の間に体液量の減少が起こります。これは寝ていることで体が体液過剰と勘違いしてしまうことで尿流量が増えるためです。5日目あたりから窒素バランスが低下し、女子脂肪体重が減り始めます。すなわち、骨格筋は常に合成と分解のバランスを保っているわけですが、そのバランスが分解の方に傾き始めているということです。2週間経ちますと血中のカルシウム濃度が上昇し、すなわち骨萎縮が始まります。で、この2週間で起こることは、我々が今、いる埼玉医療センターでも起こりうる現象であります。安静画像の弊害をまとめます。左から心肺機能の低下、運動機能の低下、覚醒度、認知機能も低下します。これらが複雑に合わさって肺葉となります。で、特に持久力、言い換えれば心肺機能の低下、筋力の低下、起立性低血圧などにより患者さんはますます起き上がれなくなり、肺葉がどんどん進んでしまいます。この悪循環を断ち切るためにはやはり運動しかありません。そういった肺葉を予防していくことがリハビリテーション科医の一つの仕事と考えております。次に運動することの意義をご説明いたします。こちらにお示ししますのは、本邦のがん患者を5年間追跡した結果です。5年間の1日あたりの平均の身体活動量をキロカロリーで表し、男性、女性でそれぞれ低活動、高活動群に分けました。男性、女性それぞれ高活動群では260キロカロリー、130キロカロリー高い群となりました。がんの発症リスクがどうであったか見ますと、男性では結腸がん、膵臓がんが発症リスクが4割抑えられ、女性においては胃がんの発症が、これもやはり4割抑えられたという結果です。すなわち、身体活動ががんの発症を予防するということが示されました。こちらにお示ししますデータは、私の前任地である和歌山県立医科大学附属病院のものです。2003年から2014年まで、膵がん患者576名を対象に、手術期、
手術を受ける前後において運動療法をした群としなかった群で肺の合併症の発症率、平均入院日数を比較しました。すると運動療法をした群で肺の合併症が大きく抑えられ、平均入院日数も約8日間短縮されたという結果です。すなわち手術期の運動療法は術後の合併症を減らすということが強く示唆されます。ここでがんの手術期患者の体力について模式的にご説明いたします。この縦軸が体力で、上に行くほど体力が高いという意味で示していますが、まず従来は告知があり、検査があり、手術を経て退院時、このように体力はどんどん低下の一方でした。ところがですね、告知の後、しっかり術前のトレーニングを行って体力を改善させておくと、手術後の低下を最小限に抑えることができると考えられています。すなわち、これが今のがん患者さんのに対するリハビリテーション治療の、標準、スタンダードになりつつあります。それでは、本当にがん患者さんがの運動機能はその1、2週間で向上するのか、そういうことを検討した研究がこちらです。現在は広島大学にいらっしゃる三上先生らのグループのデータですが、膵がん患者26名に対して平均で12日間の筋力、持久力訓練を行いました。すると、その期間後には心肺機能が男性で 9.8%、女性で 11.1% 増加しました。すなわち、がんの患者さんでも、1、2週間しっかりトレーニングを積めば、運動機能を向上させることが可能で、それが術後の合併症の低下に貢献することが示されました。最後に、がん患者に対する運動療法の例をお示しします。この方は食道がん患者、75歳男性、気胸に脳梗塞があり、左肩麻痺で歩行不能でした。外科からのご依頼は歩けるようにしてほしいというものです。そこで心肺、ここに示しますように、心肺機能強化訓練、筋力増強訓練、装具装着下での歩行訓練を徹底的に行い、その結果22日で歩行が自立、直ちに手術が施行されました。別の方で、運動療法の例を示します。左から上肢運動、かかと上げ、スクワット、そしてハックスクワットです。このようなことを毎日術前に行っていました。それでは先ほどの患者さんに戻りますが、手術の翌日の様子です。術前にしっかりトレーニングを積んでいるので、手術翌日からこのような歩行訓練が可能となります。ただまだ介助が必要です。看護師のサポートもありました。で、こちらで一旦休息は入れますが、寝かせることはしません。座ったままで休息していただき、また歩行訓練を開始します。で、これを初日から続けていると、術後4日目にはこのように介助なしの歩行訓練が可能となりました。さらに退院の直前には屋外での歩行訓練も可能となり、もう杖も使っておりません。この方はもともと歩けなかった方ですので、がんも治り、歩けるようになって退院されたということになります。
まとめます。運動はがん予防の効果が期待されます。術前に体力がある方は、術後の合併症のリスクが減ります。従いまして、がん患者が抱える問題を解決するためには、普段からの運動を心がけることが重要ではないでしょうか。私からのメッセージとしましては、普段から運動を心がけましょうというものです。ご清聴ありがとうございます。